っしょい。はい、どうもこんばんは、マギリです。はい、ということで久々のこのソファ、この背景、お久しぶり、韓国帰ってきました。おそうせよ、わっそよ一人寂しい。はい、ということでね、まあ韓国帰ってきたんですけど、まあ初日最初の動画はやっぱり韓国にね、いろんなデータがあるって言ってたじゃないですか。で、そのうちの一つ、見せてなかったシリーズやっていきたいと思います。やっ、今回早速なんですけど、一番最初はもちろんももちゃんのことでございます。まあね、今回のやつは去年の10月ぐらいにあったね、まあそれこそフィールスペシャルのカムバック活動期間中にあった出来事なんですけど、まあ私こうカムバック期間こういろいろとね、こう応援しに行くじゃないですか。ミュージックバンクの出勤行ったり、 M 課の番組収録とか行ったりとかするんですよ。で、今回のやつは M 課の収録後の退勤の映像でございます。そうなんですよ、まあ M 課終わって、まあ大体もう行ってる方はわかると思うんですけど、もう退勤でこう出てくわけですよ。車でパーって出てきて、で信号待ちの瞬間でね、ちょっとこうメンバーがこう窓を下げてね、あーみんなありがとうみたいな感じでこう出てったりとかするんですよ。その瞬間でございます。で、たまたまももちゃん出てきました。いや、ということで、その時の映像なんですけど、僕が撮ってないと。頑張れ。まあ悲しい出来事なんですけど、まあでもその時にですね、実はスタッフくんも言ってました。そしてスタッフくんが撮ってました。いい子、いい子だねって直接スタッフくんに言いたいけど、まだ彼は韓国に来れません。辛いよ、早く帰ってこいよ。寂しいよ、この家で一人。辛いよ、ちょっと広くて怖いもん。まあね、そんなスタッフくんに感謝感謝なんですけど、その映像がね、こうパソコン、こっちのパソコンの方にありましたので、そのパソコンの映像を皆さんにお届けしたいと思います。でもね、ちょっとその前に、実は僕の携帯の方でもね、こう撮ってたものがあるんですよ。っていうのも、ももちゃんたちが来る車の前にジョンヨンちゃんたちが乗った車が来てるんですよ。で、それはね、あと30秒ぐらいかな、こうなんかジョンヨンちゃんがめちゃめちゃ韓国語でこう喋ってて、まあ正直僕は何言ってるか分かんなかったんですけど、まあその後の収録終わった後にジョンヨンちゃんとジヒョちゃんと、どのメンバーだったっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、何人かね、こうラジオの収録に行くと。だからちょっと早めに出てたんですよ。で、そのメンバーが今からラジオ行ってきますみたいな感じの会話してると思うんですけど、まあその時の映像です。とりあえずジョンヨンペンの皆さん、そして一瞬ジヒョちゃんが映るので、ジヒョペンの皆さん、お楽しみに。ということでね、まあほんとこんな感じで退勤っていうのがね、あるわけですよ。だから M 課とかね、そういうの行くと、まあほんと M 課始まってからも楽しいし、終わってからもわーっつって余韻に浸れるわけですよ。まあでもね、これもね、出てくるメンバーも誰かわかんないんで、ほんとジョンヨンちゃん、ジヨちゃんは出てきたけど、他のメンバー出てきてないじゃないですか。で、ももちゃんの方もももちゃん以外出てこないんですよ。だから残り6人出てきてないっていうのもあったりとかするんで、ほんともう運なんですけど、まあそんな中でもね、オタクは楽しんでいくわけですよ。はい、ということで早速でございます。ももちゃん、いやね、まあとりあえず映像見て。ももちゃん、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 病院에서왔어요。はい、病院에서나왔어요。아팠어요。ね、またね。はい、ということで皆さん映像見てもらったと思うんですけど、マーキュリーほとんど喋ってません。確かに確
確かにほとんど喋ってない最後ね、またねっていうぐらいだと思うんですよ。で皆さんね、そういう風に見られたかと思うんですけど、これ実はですね、こう最初行くじゃないですか。でモモリンが最初にコってしたの分かります？コってしたの。そうなんです、あれ私に向かってです。はい、どうもカムサムニだー、カムサハムニだー。あ、そうさ、最近あのリング買ってたんだけどさ、そう、あのビューティー系のリングみたいな、目にね綺麗に映ってるでしょ。うん、かわいい。まあね、ほんとこれをやったのは私なんですよ。でこれっていうのも、その前日前々日ぐらいに、そのラジオの収録で以前見せましたね、ラジオの収録後にマーキーがこうってしましたよみたいな、でモモリンとこのやり取りしたっていうのがあって、その延長線上でモモリンに会った瞬間にえいってして、そしたらモモリンもえいみたいな感じでやってたっていう感じなんですよ。でその後なんかこう喋ろうとも思ったんですけど、喋りたいこともいっぱいあったんだけど、あのね、周りにいっぱい人がいてさ、恥ずかしくなっちゃって、私恥ずかしいなと思って、こうずっと横のね韓国人の人がね、こうモモリンと喋ってて、それをなんかあいいなみたいな感じで見てました。うん、 A few inches later. で途中でなんか私がみたいなしてるのに対して、ももちゃんがなんかこうみたいな感じで反応してたりとかもするんですけど、まあ最後にね、まあ皆さん声聞こえたと思いますけど、またねーみたいな、ももちゃんまたねーみたいなことを僕言って、でその後ね、あの見切れてますけど、ももりんがまたねーって言ってこう去っていくんですよね。またねーっていう感じの見せなかったシリーズでございます。改めまして、最初からそういうところも含めましてレポを聞いた上で、ダンサー、やっぱこのリングいいよね、なんかビューティー系に見えちゃうもんね。いいじゃん、いいんじゃない、いいんじゃない、ね、どうぞ。おもしろ、병원에서왔어요。はい、병원에서나왔어요。아팠어요。またね。はい、ということで本日の動画ここまででございます。いや、いかがだったでしょうか。もうやっぱ韓国来るとね、こういう映像もこうちょこちょこあったりとか、僕もねなんか気持ち楽なんですよ。こうやってこういろいろ言って、こんな大振りかまして気持ちよく動画が撮れるっていう感じでございます。やっぱ韓国いいですね。マイホームっていうのはやっぱり気持ちがいいでございます。ということでちょっとね、動画のスタイルもね、編集とかちょっと変えてたりとかね、まあやっぱラジオがね良かったみたいな感じで言われたりとかしてたんで、ちょっとラジオっぽいところもこう含めましてお楽しみいただけたらなと思います。まあせっかく韓国帰ってきたら、ちょっとずつ何か変えてこうよって感じでございます。ということで本日の動画はここまで。チャンネル登録、高評価、そしてコメントの方たくさんお待ちしております。それでは次の動画で会いましょう。じゃあね。いやー、暇だからさ、動画投稿頑張るよ。下パジャマ。どうもこんにちは、スタッフくんです。あんな普通に会話できるってすごいっすよね。まあでも窓開けてくれるかもわからんし、誰が開けてくれるかもわからんから、やっぱマーキーさんの運もあるんですかね。またおたかす動画見たいって思った人はチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。